おはようございます。釣り子 TV です。掘り出し物な感じのシャッドを見つけたので、一つ買ってきてみました。はい。まあ、タックルベリーなんですけどね。1100円でね、エバーグリーンのね、これグランサーチャーかな。このね、プラグがあったんで、で、大好きなギルカラーがね、安く売っていたので、買ってきてみましたよ。はい。こんな感じ。ねえ。いやー、帰り道にね、こう中古釣り具屋さんがあるってのはまずいですよね。行って、いや、何にも買わないんだよ、何にも買わないんだよ、何にも買わないんだよって言って行くんだけど、行ったらね、こうやってね、欲しかったルアーがこんなもう、綺麗な状態で売ってたらね、買っちゃいますよね。っていうことで、まあ、春先に向けてね、こう、いろいろシャッドをね、集めていってるんですけども、このサイズ感のね、やつね、いいなと思ってね、買ってきてみました。っていうのは、先日ご紹介した、これとかね、アイバイアイシャッドですね。これとかね、ベビーシャットですね。で、今ね、普段使いで使ってるここら辺が、イボークシャットとか、まあ、これアイバイアイの色違いか。まあ、こんな感じでね、揃えていってるんですけども、まあ、それに、去年ね、まだね、釣ってないんですけども、これね、ディスタイルのシャットとか、まあ、こんな感じでね、春先に向けてね、まあまあまあ、こんなに色々買ってどうすんだよなんて思うんですけども、ちょっとね、今回気になったのは、まあ、こいつだけね、ここら辺のシリーズよりも、なんというか、ちょっと長い。ね。ちょっと長い。ちょっと大きい。こんな感じのね、やつで綺麗なシャッド1個欲しいなぁなんて思っていたところ、ドンピシャなね、サイズ感カラーリングっていうことで、で、これ買ったことなかったんで、1個ね、買ってみてね、まあそうやって試してね、ちょっと何か試したいなぁなんていう時も、中古釣り具屋さんなんかね、役に立ちますよね。新品だとね、ルアーって今高いですから、全部2000円近くしますからね、もちろんこれでいっぱい釣れて、追加で買うなんて言うとね、もう新品で買うんですけども、まだね、使ったことないな、お試しで行きたいなぁなんていうのは、ちょっとね、中古でね、お試しで買ってみるなんてことがあるんですけど、これ買ってみたらね、こう家で並べてみるとやっぱ全然、だいぶね、違うし、大きいなぁと思って、まあ、ここら辺もちろん LBO2 が積んであるんで、すげえ飛ぶ、すげえ飛ぶっていうね、のはあるんですけども、それよりもちょっとまあ、ボリューム感とかも含めてね、少しだけサイズアップした展開をしたいなんていう時に、このサイズ感すごい良さそうだなぁと思ってね。でね、針も最初からこんなピンシャンの、すごいいい針がついているんで、基本はそうですね、スピニングとか、あとはベイトフィネスみたいなので使うときはこういうね、ベビーシャットとかをね、チャッチャッチャッチャって使って、で、まあ雨が降ってね、やたらシャット系に食いがいいぞってね、ちょっとね、使うルアーのサイズアップして、で、食わせる魚のサイズアップも狙いたいぞなんていうときに、ジャストなサイズ感なんじゃないかなと思ってこのねグランサーチャー一つ買ってみました。まああとはね、まあもちろん晴れの日とかも使うんですけども、ちょっとねこれきついななんていうね、春の嵐ね、雨風みたいなのが、ある時待ちかななんていう風に思うんですけども、そんな時にねちょっと一個試してみたいなと思って今回はね、追加でこの、グランサーチャーを買ってみました。まあこんな感じでね、春先に向けてどんどんね、使ってみたいシャットが揃ってきたので、まああとはね釣り場に行くだけなんですけども、ほんとね、なかなかね、釣り場に行けてないんで、ここら辺を眺めながらね、どういうタイミングで入れてやろう、どんなタックルで投げてやろうってね、何にしてもね、こういうの使いやすそうなね、竿を一本買ったんで、そうすると、最近やってなかったこの手のジャンルなんかもね、またやりたいなぁなんてね、思って、ルアーをいじくり回したり、釣り具屋さんに買いに行く毎日となっております。というわけで、本日の釣り子TV はまあこちらですね、グランサーチャー買ってできたよっていうことと、あとはね、シャッドをいじくり倒して、まあ実はお酒飲んでるんですけども、お酒を飲んでいるって、こういった動画でした。はい、釣り子TV でした。